ねえクリス、今回は何を紹介してくれるの？今回はバイオハザードの主人公たちが作中でやったことが無駄だったことを紹介するぜ。事件や事故の被害を最小限に食い止めるために、良かれと思ってやったことが裏目に出てしまったり、後々もっと悪い事態に繋がってしまうことが作中いくつか見受けられるんだ。結果論かもしれないけど、その時はやむを得なかったり、それが最善の策だったり、緊迫した状況下で取れる手段なんて限られているから、仕方ない部分はあるよね。一時の感情でやってしまった場面もあるんだが、それがその登場人物のキャラクターをよく表していて、名シーンとして印象に残るなんてこともある。後のエピソードの伏線にもなったりするから、作品内では重要な選択だったりするわ。よし、それじゃあ、ゆっくりしていってね。一つ目のやったことが無駄だった出来事は、初代バイオの洋館爆破だ。バイオハザードでの最終版、俺たちはアンブレラのアークレイ研究所から、ヘリで脱出する際、研究所もろとも事件の舞台となった洋館を爆破させるんだが、これがその直後のことを考えると無駄だったんだ。いや、悪手と言ってもいいくらいだな。そこまで言うなんて、よっぽどの判断ミスだったということかしら？ああそうだ。その理由を洋館事件の概要と俺たちの足取りを軽くおさらいしながら説明していこう。洋館事件以前からラクーンシティのアークレイ産地では、猟奇的な殺人事件が相次いで報告されていた。その調査にスターズのブラボーチームが向かうんだが、連絡が途絶えてしまうんだ。そして私たちアルファチームが、そのブラボーチームの捜索を行っていた時に洋館へ逃げ込むのよね。そうだな、その洋館の内部には生存者の姿はなく、遭遇するのはかつて人間だったものや、図鑑や動物園で見たそれとは似ても似つかない異様のクリーチャーたちばかりだった。そいつらはなぜか私たちに敵対心むき出しで襲いかかってくるし、洋館内は奇妙な仕掛けだらけで、まるで侵入者をもてあそんでるように感じたの。だからすぐに普通の建物じゃないってわかったわ。生きていてサンドイッチにされそうになるなんて、そうそうないからね。研究所までたどり着いて、アンブレラが T ウイルスという未知のウイルスを研究、開発していて、それを用いた生物兵器を製造していることを俺たちは突き止めるんだが、こんな危険で邪悪なものを野放しにはできないから、脱出とともに爆破したわけだが、以前から報告されていた猟奇殺人も T ウイルスの漏洩が原因だったのよね。これ以上周辺に T ウイルスの被害を拡大させないためにも、当然の判断だったと思うわ。ジル、俺もこの時はそう思ったんだよ。その後、RPD に帰還して、ことの顛末をブライアン・アイアンズ所長に報告するのよね。アンブレラの暗部を白日の元にさらしてやらないと。この所長がくせ者であり、洋館を爆破させたことが悪手だったと言わざるを得ないところだな。我らのクソ所長は表の顔はラクーン市民の安全を第一に考える温厚で善良な警察所長だ。でも実は、裏でアンブレラと癒着していたのよね。とんでもないゲス野郎だわ。キャラクター選択時のスターズカードには、ブライアン・アイアンズというサインだけの出演だったんだが、姿が初めて登場したバイオ2では、ラクーンシティからはもう生きて脱出できないと自暴自棄になったのだろう。普段は表に出さない狂気じみた部分を感じさせる人物として描かれている。RE2 ではその狂気さがさらに強調されているわね。こんな奴に事件の真相を話しても無駄よ。絶対にもみ消されてしまうわ。そうだな、でも洋館を爆破せずに脱出した場合はどうだろうか？内部には T ウイルスや無数の BOW といった数々の実験データ、仲間たちの遺体も残ったままだ。これ以上ないほどの証拠だろ？そうね。これらを調査して提出すれば、いくらアンブレラでも隠蔽のしようがなくなるわね。でもクリス、この時は証拠保全よりも安全を優先した結果だし、所長がどうしようもないクズだったのがいけないのよ。後日、俺たちは謹慎処分にされるんだよな。巨大なスポンサーのアンブレラに立てついたと判断され、濡れ衣を着せられたんだが、事実上この事件の捜査権を剥奪されたようなもんだ。ここからはみんな別行動ね。私はラクーンシティに残ってアンブレラの調査。バリーは家族を保護しに行って、あなたは単身、ヨーロッパへ向かったのよね？そうなんだが、ここで俺はやらかしちまってるんだ。次は俺のプライベートな無駄行動を紹介しよう。二つ目のやったことが無駄だった出来事は、この俺、クリスが真実を明かさなかったことだ。さっき説明した通り、俺は洋館事件の後 RPD に見切りをつけて単身ヨーロッパへ、アンブレラのさらに詳しい情報をつかむため捜査を続けていたんだ。ラクーンシティは以前よりも猟奇事件が増えて混乱していたし、クソ所長が牛耳る RPD はもう組織として機能していなかったもんね。こんなところに留まっていたってまともな調査はできないわ。かなり危険が伴うだろうとは思っていたよ。実際にアンブレラから監視されるようになるからな。そしてこの頃から俺は妹のクレアと連絡を絶つようにしたんだ。
クレアに危害が及ばないように配慮したのね。ああ、俺たちにはすでに両親はいないし、お互いたった一人の肉親だからな。だけど一応後ろめたさはあったんだ。これは俺の日記を見ればわかると思うぜ。普段はガサツで大雑把なクリスも、妹のクレアのことになったら、ただの形なしゴリラね。何が無駄だったかというと、驚くことにクレアは音信不通になった俺の安否を知るべく、わざわざラクーンシティまでバイクを飛ばしてやってきてしまうんだ。なんという行動力なの、とても大学生の女子とは思えないわ。あの時のラクーンシティなんて地獄を絵に描いたような惨状だったのに、こういうパワフルさはあなたに似てるわね。ラクーンシティから無事脱出して、生存者まで助けてしまうなんて凄すぎるわ。しかも、一度じゃないんだよな。クレアが俺の行方を追って探しに来るのは、結局ラクーンシティではあなたに会うことはできなかったものね。俺がヨーロッパへ向かったこと、アンブレラの悪事を暴こうとしていることを知ったクレアは、今度はなんと単身アンブレラのパリ支部に潜入を試みるんだ。結局捕らえられ、投獄されてしまうんだが、兄としてはおとなしく大学に通っていて欲しかったぜ。その後アンブレラの南極基地で無事保護。二人で脱出できたからまあ結果オーライだな。結果オーライなんてのんきな兄ね。無事だったからよかったけど、危ない目にもたくさんあったでしょう。最初からクリスが危険だとしっかり忠告していれば、クレアもおとなしくしてたんじゃない？いや、危険だから来るなと言ったら、逆に反発して来るんじゃないかと思ったんだ。我が妹とはいえ、黙ってても来るとは思わなかったぜ。でもクリス、クレアには重火器の扱いについててほどきをしていたんでしょう？危険な戦いに身を投じる基礎はできていたということじゃないかしら？それはあくまでご信用のために教えたんだよ。さっきも言った通り、俺たちはすでに両親を亡くしている。俺は警察官で特殊部隊員だからな。俺の身に何が起こるかわからないだろう？クリスなりに配慮した結果、見事に裏目に出てしまったということね。ちなみに、RE2 では俺の日記は登場しなくなったんだが、代わりにスターズ隊員への手紙を読むことができる。俺が休暇中に美女とバカンスを楽しむという内容なんだが、これを読んだクレアにはクリスらしくないと一目で真実を隠していることを見抜かれてしまうぜ。大きな傘がアンブレラで、美女がネメシスの援護として用いていたんでしょうけど、武骨で実直なクリスのイメージとはかけ離れていて、違和感だらけの手紙だわ。実際にどんな調査をしているかは書けないから仕方ないけど、実の妹だしすぐにわかるでしょうね。それからこの俺、クリスが真実を話さなかったことはもう一つあるんだ。それはビレッジでイーサンにマザーミランダが宮に擬態していたこと。それから、ウィンターズ邸を襲撃した理由だ。犠牲者がもう一人。ちょっとクリス、クレアもそうだけど、イーサンのような民間人を巻き込むのは良くないわよ。これも完全に裏目に出ちまったな。真実を話してくれないどころか、イーサンは家族団らんを邪魔されて、いきなり嫁を銃殺されるし、しかも銃で殴られた上に足持って引きずられてるし。こちらも大まかな事件の内容と、イーサンの足取りを交えながら解説していくぜ。バイオセブンで主人公を務めたイーサンは、ベイカー邸での事件の後、アメリカから東ヨーロッパへと移住して、妻のミア、生まれたばかりの娘ローズマリーと共に暮らしていた。BSAA の庇護、監視のもと新たな暮らしを始めたのよね。表向きには失踪扱いということで、詳しい説明は割愛するが、ビレッジの黒幕のマザーミランダは、かつて亡くした娘のエヴァを蘇らせようとしていて、ローズの身柄を狙っていたんだ。ローズ誕生後、ほどなくしてミアを誘拐、拉致し、研究室に監禁していた。そして自身は何食わぬ顔でミアになりすまし、ウィンターズ邸に潜んでいたんだ。クリスはマザーミランダがミアに擬態していることを突き止めていたのね。でも事前にイーサンには真相を話してあげてもよかったんじゃない？下手に話してしまうと、マザーミランダに感づかれてしまうかもしれないからな。少々手荒なやり方だが、イーサンを危険に巻き込みたくなかったんだ。ローズを失い、イーサンが捕らえられた上に、ミアまでもが殺されるという事態は何としても避けたかった。イーサンは正義感の強い男だからな。一人でどこへでもローズを助けに行ってしまうぜ。家族のことに関しては特に熱くなるわね。実際にローズを助けるために一人で奔走してるし、マザーミランダを仕留め損なったことや、イーサンとローズを移送している途中に襲撃されたことも誤算だった。今になって振り返ると、イーサンには初めから真実をきちんと伝えておくべきだったと思うぜ。作中での扱いも、いきなりぶん殴ったり、イーサンを思ってのことだとしてもひどいもんね。お前には関係ないとかこれ以上関わるなとか言ってるし、不器用にも程があるでしょ。乾村に一人ぼっちで置いてけぼりにしといて、確かにこれはひどいと思うな。おい、イーサン、ローズマリーは元気に育ってるぞ。そんなもんで許されると思っちゃダメよ、脳筋ゴリラ。三つ目のやったことが無駄だった出来事は、バイオ2のレオンによる G ウイルスの投擲だ。表編の作中終盤、レオンは G ウイルスのサンプルを研究所の近く核へ、
憎しみや怒りを込めて投げ捨てるんだが、これも完全な無駄行動だと言えるぜ。この直前、レオンはエイダの正体と真の目的を知るのよね。行方不明となっていた恋人のアンブレラ研究員であるジョンを探していると言っていたけど、実はアンブレラのライバル組織から送り込まれたスパイだったのよね。ああ、そして G ウイルスのサンプル奪取を目論んでいたんだったよな。ここはネットから教団を受けて深手を負ったエイダがレオンへの思いを伝える、バイオハザードシリーズ屈指の名シーンだわ。まだ青さが目立っていたレオンは、感情に任せて G ウイルスのサンプルを放り投げて破壊しようと思ったんだろう。しかし、サンプルは壊れておらず、アンブレラの特殊部隊員であるハンクによって回収されてアンブレラの手に渡っている。G ウイルスの権利をめぐって、アンブレラと開発者のウィリアム・バーキンは揉めていたのよね。ああ、しかも、G ウイルスは無事回収し、所有権を主張して邪魔だったバーキンを、始末することにも成功している。レオンにしてみれば皮肉な結果になってしまったが、アンブレラにしてみれば万々歳なわけだな。レオンの正義感というか、未熟さがあだとなってしまったのね。アンブレラは回収した G ウイルスを利用して、さらなる悪事を進めるでしょうし、レオンの G ウイルスの投擲は無駄だったとしか言いようがないわ。その場で叩き割るとか、銃で打ち砕いてしまうのが良かったかもしれないわね。あの状況だと冷静さを欠いていただろうからな。自身が G ウイルスに感染するリスクも考えたろうし。この時はまだバイオテロを憎むというより、エイダを救えなかった自分への苛立ちのように感じるわ。ちなみにエイダがこのサンプルを回収したとよく誤解されるが、実際には自身に G ウイルスを投与したウィリアム・バーキンの亡骸から、彼女はサンプルを回収している。また、このシーンも RE2 では、レオンが G ウイルスのサンプルを投げ捨てるから、エイダを助けようとした際にポケットから落下させるに変更されているぜ。投げ捨てたのになぜ割れなかったのかとか、主人公がバイオテロの幇助をしているとか、いろいろ辻褄が合わなくなってしまったのかしらね。名シーンが削除されてしまったのは残念だけど、仕方のない変更だと思うわ。四つ目のやったことが無駄だった出来事は、アンブレラの崩壊だ。どの作品でアンブレラが崩壊したと具体的に示すのは難しいんだが、一つは組織としてのアンブレラ崩壊が語られたアンブレラクロニクルズのアンブレラ終焉だな。私とクリストでアンブレラのロシア支部に赴くのよね。そうだな、ロシアのコーカサス研究所はアンブレラ最後の活動拠点とされている。ここを抑えてしまえば他国のアンブレラ支部はもう全く機能していないし、あとは幹部のセルゲイ・ウラジミール大佐を確保するだけだな。創設者の逮捕というのも一つ、アンブレラ崩壊として挙げられるんじゃない？確かにそれもあるか。これもジルと二人で赴いた任務だったぜ。バイオ5のダウンロードコンテンツ、ロストインナイトメアでアンブレラの創設者の一人、オズウェル・E・スペンサーを逮捕しに行ったんだったわ。結局ウェスカーの妨害にあって、スペンサーの逮捕は叶わなかったが、奴に彼は殺害されたから。まあこれでアンブレラ崩壊とみなしていいんじゃないか？創設メンバーの残りの二人、ジェームス・マーカスとエドワード・アシュフォードはすでに個人だし、あとは CG 映画作品のディジェネレーション、オリジナルのバイオ4の冒頭で、アンブレラはラクーン事件の責任を追及され、アメリカ政府から業務停止命令を下される。それによってアンブレラの株価は大暴落し、事実上倒産した、と語られているな。株式会社の株価が大暴落したなんて、ただごとじゃないわ。アンブレラは世界的大企業だし、ダメージは計り知れないわね。これは会社として崩壊したと言えるわ。以上がアンブレラ崩壊を描いたエピソードと言えるが、大事なのはここからだ。ウイルス開発や生物兵器製造の急先鋒だったアンブレラが崩壊したことにより、G ウイルスはテロリストたちの手に渡ってしまう事態になってしまった。今まではある意味アンブレラが手綱を握っていたわけだけど、崩壊したことで統制が取れなくなってしまって、かえってバイオテロを世界中に拡散させてしまったわけね。作中では T ウイルスを元に開発された新たなウイルス、いわば T ウイルスの亜種が存在する。リベレーションズに登場した水溶性の効果を強化した T アビスウイルスや、リベレーションズ2に登場した恐怖の感情に反応する T フォボズウイルスなんかが、アンブレラ崩壊後に開発され、いずれもバイオテロを引き起こしているな。これもすごく皮肉な話ね。私たちがやってきたことは無駄だったのかしら。正直言って少なからず無駄だったのは否めない。アンブレラをぶっ壊してしまえばバイオテロがなくなると思っていたのは考えが甘かったな。世界中に悪党は5万といたわけだ。アンブレラから他の悪しき組織へウイルス兵器の技術やノウハウを手土産に転身した奴らも数多くいただろうしな。実際奴も似たようなこと企んでいたわね。そんな悪人を一人ずつ捕まえるなんて不可能だわ。そんなことがあったからこそ世界に違った動きがあり、 BSAA が組織されたわけなんだが、次はその BSAA に関する無駄だった出来事を紹介しよう。
5つ目のやったことが無駄だった出来事は、BSAA の腐敗だ。BSAA はラクーン事件を発端として、世界各国の製薬企業から支援を受け誕生した組織になるな。私たちが所属する世界を股にかけた対バイオテロ部隊よ。そんな BSAA も最近では闇落ちが囁かれているわね。そうだな。ここからは BSAA 発足の経緯を説明しながら、許すべきではない腐敗具合を解説していこう。先ほど説明した通り、アンブレラが崩壊したことで、バイオテロは世界規模に広がりを見せ始めていた。T ウイルスをはじめとしたウイルスや BOW が闇市場に流れてしまって、テロリストどもの手に渡ってしまったのよね。警察じゃ各国同士で連携が取りにくいし、とてもじゃないけど太刀打ちできないわ。敵は至るところにいるんだし、もっと対バイオテロに特化した専門的な部隊が必要よね。そこで世界中の製薬企業の組合である製薬企業連盟が共同で資金を拠出して、バイオテロの専門部隊が作られることになった。これが BSAA 設立の経緯だ。製薬企業連盟に加盟する企業がわざわざ多額の資金を出資した理由は、製薬企業として同業者だったアンブレラが裏で悪事を働いていたけど、我々は資金を提供しているんだから、悪いことなんてやっているわけがないだろう？という批判のがれのためのものね。そうだな。だが、結成当初は民間主導の単なる NGO 団体に過ぎなくて、活動が制限されていた。それに対して FBC という合衆国直轄の対バイオテロ部隊は、国境を越えた活動ができたり、前線で戦う権限が与えられていたわね。一方 BSAA は、オブザーバー的な立ち位置にとどまっていて、単なる FBC の相談、サポート役でしかなくて歯がゆい思いだったわ。しかしその後、FBC の長官モルガン・ランズディールが逮捕、失脚。求心力を失った FBC は事実上消滅し、FBC の大部分の機能と人材は BSAA に流れた。そして、BSAA は国際連合が管理する公的な機関として再編成された。こうして本格的な BSAA が誕生したんだぜ。日増しに強まるバイオテロの脅威に対抗するために、より広域的で即応性、専門性に優れた組織へと改める必要があったのね。国連加盟国の大半の国が、バイオテロ発生時には制限なく活動できることを了承していることからも、その重要性と BSAA の期待度の高さが伺えるわ。BSAA の国連参加に反対したその他の国連加盟国も、一部条件付きではあるが了承しているしな。これら BSAA の再編成のきっかけとなったテラブリジアパニック及びクイーンゼノビア号事件はリベレーションズで描かれているぞ。私が主人公の作品だし、ぜひプレイしてみてね。BSAA 誕生の経緯はこれくらいにして、少しずつ同組織の闇に触れていこう。前述の通り、BSAA は国連直轄の対バイオテロ部隊となったわけだが、国連とその加盟国だけでは、その活動費用を賄うことが困難だった。だから引き続き、製薬企業連盟からの資金援助が必要だったんだ。BSAA は世界中に活動範囲が広がっているし、テロリストたちがその手を緩めることなんてないでしょうから、活動の維持費用が大きな額になっても納得じゃないかしら。この資金援助は、出資する製薬企業の広告という側面もあるみたいだ。また出資企業にはパワーバランスがあって、出資額が多ければもちろん発言権も強くなる。トライセルという製薬企業が最も出資額が多く、製薬企業連盟は理事を務めるほどの大企業だ。映画作品のディジェネレーションやバイオ5で登場した企業よね。でも、トライセルって秘密裏に BOW の開発をしていたでしょ。ああ、バイオ5でそれが明らかになるんだが、アフリカのキジュジュ自治区の住人や、ビパヤ族の人々に改良しプラーガを寄生させ、真面目に変貌させていた元凶だ。ウェスカーから情報提供を受けていたみたいで、ウロボロスウイルスを開発したのもトライセルだぞ。BSAA にバイオテロを行っている企業が出資しているなんてめちゃくちゃ矛盾してるわ。ああ、その通りだがな、ジル、ここで質問だ。出資者が悪事を働いていて、受け取り手にその処理をさせている、この構図はどこかで見覚えはないか？ RPD とアンブレラの関係にそっくりというか、全く一緒だわ。しかも、武力を有する組織と製薬企業というところまで共通している。リベレーションズの最終版、モルガンは連行される際にこんなことを言っていた。BSAA は大きな間違いを犯しているぞ。具体性のない、謎めいた言葉だと思うけど何が言いたかったのかしらね。これは民間企業、いや製薬企業をスポンサーにしていると、対バイオテロ部隊はいずれ瓦解する。国家が支援する組織でないといけないということを忠告したかったと俺は考えている。かねてよりモルガンは世界中がバイオテロの脅威にさらされることを予見していたみたいだし。だから、モルガンが指揮を取っていた FBC もスポンサー企業に忖度することを嫌って出資を受けず、アメリカという一つの国が主導し、運営する組織としたのかもね。当時の BSAA 代表だったオブライエンはこの言葉をどう受け取ったのかしら？どうだろう？
これも俺の予想なんだが、オブライエンは真意を図りきれていなかったんじゃないかと思うな。この後すぐに BSAA の代表を辞任してしまうし、一度しっかり意見を聞いてみたいな。ねえクリス、ということは BSAA は最初から闇を抱えた状態で誕生したっていうこと？はっきり言ってそういうことだな。BSAA のひな型は反アンブレラ施設部隊だが、その時の組織運営を継承しつつ、いずれかの国家からしっかりと支援を受けて、再編成すればよかったんじゃないかと思うぜ。BSAA の崩壊は完成とともにすでに始まっていたのね。BSAA の闇を感じさせる場面は他にもある。例えばバイオ5では闇商人アービングを捕らえるべく、俺たちに先んじて奇獣自治地区に到着していたアルファチームはウロボロスの襲撃によって壊滅。しかし本部の判断は、俺とシェバに追加部隊と共にアービング確保の続行を命じたんだ。任務が大事なのはわかるけど、通常ならば一旦撤退して体制を立て直すべきよね。兵士の命は消耗品なんてよく言うけど、この本部の対応はあまりにも露骨よ。お偉いさんは体裁だけ取り繕って、責任は現場任せなんて、まあよくある話だけどな。他にも例を挙げるなら、バイオ7のベイカー邸事件だな。BSAA が自分たちの失態が明るみになるのを恐れて、事件を隠蔽したのよね。失態がバレて民間人にまで被害が及んだなんてことになったら、もう批判されるのは目に見えているわ。国際犯罪組織コネクションが E 型被験体、通称エブリンという BOW を開発しているという情報を掴んだ BSAA は、エブリンの抹殺作戦を計画し実行するも失敗。エブリンの逃亡を許してしまう。その後、エブリンはドイツからアメリカへ移送されるのね。そうだが、移送中にエブリンは暴走してタンカーを破壊してしまう。タンカーは近くの沼地へ漂着、エブリンは付近に住まうベイカー家の人たちに保護されるんだが、彼らを特異菌に感染させ、ゾエを除く全員が結果的に命を落としている。タンカー船の乗組員たちもこの時亡くなっているし、ベイカー邸へ迷い込んだ人も、ベイカー家の人たちに殺されているから、この事件の被害者に含まれるよね。エブリンが直接的な原因かもしれないけど、BSAA が抹殺作戦を全うできていれば、こんなに甚大な被害にはならなかったよね。そうだ。そしてこの事件を捜査したダルベイ軍保安局は後日、ベイカー一家の不審死を周辺の硫化水素流出によるガス事故として、虚偽の報告を行っている。唯一の生存者のはずのゾイも死亡扱いにされてしまっているわ。どうやらダルベイの保安局長と BSAA の幹部が内通していたみたいで、彼らが繋がっていた詳細は、ビレッジのダウンロードコンテンツトラウマパックを導入すると読むことができる、ベイカー邸事件調査ファイルというファイルの、保安局長国際組織幹部と密会という部分に記されている。繋がっていたというより BSAA の方から近づいたんじゃない？金銭の授受なんかもあったりして、さらに、ビレッジではついに BSAA の腐敗に関する決定的な証拠が見つかってしまうんだ。俺は施設部隊と共にマザーミランダ及び四貴族の排除、また貧困の破壊を目標にビレッジの部隊となる艦村へ向かうんだが、BSAA も同時に村へ部隊を派遣していた。クリスはこの時、BSAA とは別行動をとっていたのね。すでに対立していたということかしら？ベイカー邸事件以降、俺は BSAA の体質に対し疑問を抱き始め、公然と批判していた。部隊を無断で私物化したり、機密ファイルへの無断アクセスなんかにも目をつけられていたな。BSAA の上層部は、そんな俺の素行を危険視していたようだぜ。それに関しては、腐敗していなくても普通にダメなやつでしょ。そして、現場から退避しようとオスプレイに乗り込んだんだが、そこに横たわっていたのは人間の隊員ではなく、BOW だったぜ。世界をバイオテロや BOW の脅威から守るためにあるはずの BSAA が BOW を使うなんて、本末転倒だし、正当な理由があるならちゃんと説明してほしいわ。それでこいつはゾンビにもタイラントにも似ているけど、一目で人間ではないことがわかるわね。一体何者なの？ BSAA は何を企んでいるのかしら？わからない。現時点では謎が多すぎるな。これまでもずっと BSAA には闇が潜んでいたんだが、次回作以降にこれらの謎が明かされることを期待しよう。今回は以上だ。主人公たちがやったことが無駄だった出来事、いかがだっただろうか？厳選した5つの大きなエピソードを紹介したぜ。どれもバイオハザードのストーリーの根幹を揺るがしかねないエピソードばかりね。今後もしかすると、もっといろんなリメイク作品が発表されて、その度に無駄だった出来事が改変されるかもしれないな。これはさすがにやりすぎたっていう出来事が、スタッフさん的にあったりしてね。今回取り上げた作品以外にも、やったことが無駄だった出来事があったら、コメント欄でぜひ教えてね。とまあ、このチャンネルでは俺と二人でバイオハザードの魅力的な情報を発信しているぜ。チャンネル登録するかは任せるけど、よかったら私たちの動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。